ハロウィンって書いてあるんですよ。これちょっとびっくりした。はい、開けてみます。トマトがありますね。あとなんか紫もなんかクリームもありますよね。ではいただきます。おぼちのおちゃん、はい、みです。こんにちは、おどぼども。今日僕はこちらランドムですね、虎のテラスで来てますよ。トモテラはですね、こちらね、ベイマックスバーガーが今名物なんですけども、このね、ベイマックスバーガーがですね、なんとハロウィンバージョンをやってるんですよね。中の具が変わってるんですよ。ハロウィンならではの秋の食材が使われてるんですよね。じゃあ今から行ってきます。はい、こちらベイマックスバーガーのハロウィンバージョンですね。これ見て、牛カルビとパンプキンなんですよね。見て見て、ほらかぼちゃがはみ出てるよ。ほんでベイマックスバーガー40周年になってね、これカルビとね、あのハンバーグパティがダブルね、肉のコンボのねバーガーなんですけども、これがねハロウィンバージョンでね、このさらにねかぼちゃが入ってるんですよね。めちゃめちゃボリューミーでかつ美味しそうでしょ。これ本当にね絶対食べようと思ってました。じゃあ今から行ってきます。はい、こちらねベイマックスバーガーと一緒にですね、このハロウィンのスーベニアも買えますね。これねディスプレイ並んでないんですよね。キャストがね手持ちでこうやってね、あの見せてくれてます。で今日ね発売初日ってことで3倍パスがいるんですけども、まあ、この動画アップする頃には3倍パスなしで普通に買えると思います。でお化けちゃんのスーベニアもあって、トモテラのベイマックスバーガーはこのミッキーミニバージョンの方を売ってますね。はい、今時間3時過ぎなんですけど、ガラガラですね。全然並んでない。待ちゼロのレジもありますね。余裕ですよ。え、全然買えるわ。じゃあ今から買ってきます。はい、買ってきました、ベイマックスバーガーのハロウィンバージョンでですね、これベイマックスにね、こちら包みにね印刷されてて、なんとですね、これいいですか、ハロウィンって書いてあるんですよ。これちょっとびっくりした。ベイマックスでハロウィンだからそりゃそうでしょ、そういうセットじゃんって思うかもしれませんけど、これ本当にトモテラでしかこれ潰しが効かないじゃないですか。やっぱね、僕何回か動画で言ってますけども、こういうね潰しの効かないこういうねパッケージとか包みってやっぱりねポイント高いんですよ。だって最近ね経費削減とかで何でも利用じゃないですか。こういうカップだってほらこういう風にしておくとさ、どこでも使えるでしょ。でもこうやってね、ハロウィンベイマックスって書いてあるから、これトモテラでしかこの包み使えませんよね。いや、こういうのテンション上がるんですよ。こういうの大事なんですよ。めちゃめちゃいい。で、これ見ながらね、この包みですね、見てこれ、ちゃんとほら、ベイマックス見ながらね、こうやってベイマックスの音楽を味わいながらベイマックスバーガー食べるって、ベイマックスの世界観にめちゃこれ浸れるでしょ。こういうの大事なんですよ。めちゃめちゃいいね。やるときはやるね。見直した、素晴らしい。あ、しかもね、ちょっと聞いて、あのね、ベイマックスの水かけのね、今、パレード、無人パレードがですね、今ちょうど帰っていくとこで、今ね、モーリスのコテージのあたりを今通過中なんですよね。今 BGM に聞こえてきた。ちょっと聞こえないかな。ちょっと iPhone のマイクじゃ拾えないかな。はい、今ね、クールダウンのね、夏の暑いやつ、あれのね、今曲が僕のバックで流れてます。聞こえるかな。はい、じゃあ開けますね。開けます。開封の儀いきますよ。じゃ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 ん、開いた。はい、あ、ちょっとずれてるな。あ、聞こえる今これ、ほら水かけのフロートの音。おー、そして正面はハッピーライド、音楽混ざってる。どんだけベイマックス、やば。おー、音が混ざってる今。わかる？ちょっと待ってね。あ、今マイクオフにしました。今ね、iPhone の今ガイドマイクになってます。わかる？もうわけわかんない音が。正面のアトラクの音とパレードの音が今ごちゃになってますね。はい、じゃあ改めてベイマックスバーガーいただきますね。これずれてるんですけども、結果的にですね、中の具が分かっていいですね、これね。はい、ハンバーグの上にですね、こちらかぼちゃが乗ってるの分かると思います。ちょっと開けてみようかな。ちょっと待ってね。はい、開けてみます。トマトがありますね。あとなんか紫もなんかクリームもありますよね。はい、いただきます。はい、いただきます。まずは、はい、お手拭きキャリーですね。もはやもう儀式セレモニーですよね、もうね。はい、ではいただきます。ちょっとずれちゃってるね、ちゃんと直さないとね。はい、ではでは、ベイマックスを見ながらね、かつベイマックスの音楽を聴きながらということでいいじゃないですか。ベイマックス尽くしですね。ではでは、いただきます。いくよ。はい、まだね、これはトマト、パティ、パン、
だけで、まだそのハロウィン味というかね、なんかこうベイマックスバーガーの真髄まではまだこれ味わえてないですね、まだね。じゃあこれからかぼちゃとか多分入ってくるんだろうな。いくよ、いただきます。お、かぼちゃの来た。あー、なるほど。40周年のベイマックスバーガーはカルビとマヨネーズがあったので、すごいこってり爆弾って感じだったんですよね。で、これマヨネーズもカルビもないので、いや、カルビあんのかな、まだカルビ行きたいのか、ちょっとまだね、そのこってりした感じがしないんですよね。もう一回ですか。これね、マヨネーズがないからちょっとこれパンチが弱いね。はい、今一応ね、公式ページで改めて見たんですけども、このね、紫芋のパウダーを混ぜたマヨネーズとのことなんですけども、なんかちょっと前回の40周年バーガーに比べて、なんかマヨネーズのパンチが弱い気もしますね。あれ、個体差があるのかな。もう一回いきます。はい、前の40周年と違ってちょっとパンチが弱いね、今回。なんかこってりさがやっぱ薄くなってる気がする。これね、ホームページにね、この甘辛い牛カルビって書いてるんだけど、なんかね、牛カルビがこれ確認できないんですよね。これ入れ忘れてない、なんか。あ、出てきた。甘辛の牛カルビが前回よりも少ない気がする。これ出てきた。これね、偏ってるね、偏ってます。最後の最後で出てきた。ちゃんと入ってました。はい、はい、完食です。はい、ベイマックスバーガーのハロウィンバージョンを完食しました。いや、これね、もともと40周年でね、この甘辛の牛カルビとこのパティっていうのは組み合わせだったんですけども、今回ハロウィンになったっていうことで中の具がちょっと変わって、まあかぼちゃが入って、で、このマヨネーズもまあ紫芋パウダーがかかって色が紫になってるっていうことで、はい、まあ、ハロウィンってことで秋の味覚、このかぼちゃが入ったことによってよりこのハロウィン味が強くなりましたよね。で、味なんですけども、僕の気のせいかもしれませんけども、春に食べた方がなんかガツンとね、こってりな感じが強くって、今回はちょっとなんかね、中のその甘辛のカルビの具の偏りもあるかもしれませんね。なんか均等になってなくて、やっぱ偏ってたので、なんか前半なんか味のパンチがなかったんですよね。なんでこれもし逆で、なんか甘辛の牛カルビがガブッとかぶった瞬間に甘辛のカルビの方からだったら、なんか印象が変わったかもしれませんね。で、後半ね、その甘辛カルビが出てきましたなのでまあこれ難しいよね、印象すごく変わると思う。初め薄口だったんで、あれ?と思っちゃったんですよね。はい、でもね、後半美味しかったですね。はい、めちゃめちゃでもこれこってりでおすすめです。何よりね、何度も言ってますけどもね、やっぱとにかくベイマックス尽くしなんですよね。特にこの包みね、ほらベイマックス2023ハロウィンって書いてあって、本当にもうトモテラのこのバーガーにしかも使えない、潰しがいかないこの包みね、裏見てほら、裏もしかもね、ほら東京ディズニーランドってわかる、ランド1000倍ですよ。いや、何度も言うけど本当これはすごいんですよ。これ大事なね、わかる人はわかりますからね、ちゃんとね。だからメニューごとに、ショップごとにこういうのやっぱやってほしいですよね。なんか汎用包み、汎用パッケージとかだとやっぱテンション上がんないんですよ、僕の場合は。まあみんな分かりませんけども、僕はこういうの気にするタイプなんで、やっぱこうやってね、その料理、そのレストラン専用でこうやってやってくれるとめっちゃ嬉しいですよね。はい、なんで見てる人は見てるので、はい、今後もこれ担当の方はこういうの意識してくださいね。よろしくお願いします。今後もこの路線でよろしくお願いします。はい、以上ランドのトモテラのベイマックスバーガーハロウィンバージョンの紹介レポートでした。美味しかったです。じゃあねー。